井上尚弥と同じく Undisputed Champion を目指している WBO 王者ステフェン・フォルテンは、もし井上尚弥と対戦することになると体格差が重要なポイントになると考えています。I know you talked about becoming undisputed in this weight class, but you know, it's believed that Naoya Inoue is going to come up to 122 pounds. What would you think of a fight with him? I'm willing to make all fights like that and big fights happen. If he wants to move up, that's what he decides to do, but I am a big 122 pounder. And keep that in mind. このインタビューを聞くと、フォルテンはパワースタイルで戦っている印象ですが、実は逆に教科書通りの綺麗なボクシングを実践します。冷静に試合の流れを読み取りながら、タイミング抜群のカウンターを当て、スピードの速い攻撃も仕掛けられます。攻めも守りも優れているボクサーです。8人の無敗ボクサーを下してきて 19-0 8 knockouts、 完璧な戦績を達成し、 IBO そして WBO スーパーバンタム級タイトルを獲得した2タイム世界チャンピオンです。 KO 率が低くパワーが不足しているとも言えますが、フォルテンはボクシングで最も戦いにくいタイプ、判定で勝つテクニシャンとも言えます。体格差を持つテクニシャンに対して井上尚弥はどんな対策を立てて、試合はどのような展開になるのか、井上尚弥のキャリアでまだ見たことのないスタイルマッチアップなので気になります。